誰よりも自由に。はい、どうもこんにちは、高橋です。はい、やってまいりました、高橋です。ワンピースチャンネル、今日もありがとうございます。はい、今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はですね、フィギュア紹介でございます。こちらです。はい、今日紹介するのはこちら、バン。はい、グランドチルドレンのボリューム2エースでございます。はい、はい、こちらですね、応援してくださる方からいただいちゃいました。本当にありがとうございます。もう本当にありがとう。というわけで、早速いただいたので、こちら開けて紹介したいと思います。はい、じゃあ向こう行きましょう。はい、こっちやってまいりました。はい、ね、あのグラメンシリーズのこのちびっこの時だね、みんなの幼少期を取り扱っているのがこのグランドラインチルドレンですね。グランドラインメンの子供バージョンみたいな、でそれのエースですね。では箱こんな感じです。表これ、横、後ろ、これなんかハンコクってエチオピアだったのかな。はい、横、これ一応あのゲーセンのね景品みたいなんで、ちょこってあの箱がこんな感じになってます。で上で下、なんかもうすごい、ね、この後ろのバッグが幼少期育ったあのジャングルの感じを表現されてる。すごいよー。開けます。いや、ありがたいね、これもいただいちゃったからな、本当にありがとう。もういつも本当にありがたいな。なんかこんな感じです。はい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 、なんだなんだこれ、なんだこれ、あ、なんか、あ、棒だ、棒、パイプだね、これパイプがこれ包まれてます。こんな感じ、怖えなこれ、おいこれ手だけこうなってるの、すんげえ怖えなこれ。これ夜中で廊下でこれ浮いてたら俺も気絶するわこれはい、これそのまま手で開けれそうだな。よいしょ。さあ、これが頭。あ、また怖いなこれだけ、ほら、これもまた廊下で浮いてたらマジで俺もこれおしっこ漏らすわマジでこれとこれ廊下で夜浮いてたらもうちょっとマジでおしっこ漏らして気絶するわそんなんいいんだ、そんなんいいんだ。はい、こっちで、また、あ、またこれも怖いよ。ちょっと待って、またフィギュア紹介して基本怖くなるんだな。こんな感じです。あ、これが一番怖い首だけっていうね、怖っ。このままで買わせるんで早く組み立ててあげようさあ、パーツはそんな多くないんですぐですね。よっ、あ、スッと入る、これはスッと入った。はい、こんな感じでねっていう、あの首を甘くつけるっていう首めっちゃ長い、なんかかわいそうかわいそう、エースごめんな、ちゃんとしっかり、結構首が長いんで奥までこうやんないと入んない。あ、これで OK かな。はい、こんな感じでございます。前、横、後ろ、して横、はい、こんな感じでございます。あのね、初めてこのグラチル、グランドチルドレン手に入れたんですけど、やっぱさすがですね、さすがのグラメンシリーズ。表情こんな感じです。あ、もうね、そのまま、もうマジ悪ガキそうな顔してんな本当にいや、これ完璧ですよ、さすがグラメンシリーズ。髪の流れとかもこんな感じです。なんかジャングルでなんか暴れてそうだよ、なんか整ってない感がなんかやっぱ出てるね。もうこれ爆撃ですよ、爆撃。これあの毎回名前やって違うよね、これね。あの、出てくるためにこれ、ちゃんと T シャツ変えてますみたいなお父さん書いてたし。これ腕のサポーター。この時やっぱ入れ墨ない。まあそりゃそうだ。で、手の感じこんな感じです。いいね、いいね。ズボンのこのくすみ。なんかいいな。うわ、すごいすごいすごい。すごいっすよ。で、足、靴。エースの靴ってこんなんだったっけなんかローファーみたいな。裸足でこれ履いてんだね。で、これ、鉄パイプがね、あの、稼働します。多分取れんの？取れはしないのか。うん。両サイドがこれ、こういうのついてるから、取れはしないんだろうけど、一応稼働をする形になってるのかな。うん。あ、でね、これよく見ると、サビというか汚れというか、これわかるかな？なんかこっちの面はすごいなんか、緑の苔みたいな塗装がついてて、こっちは何もついてないみたいな。あ、でも部分部分。わ、すごい、こんな細部まで作られてるの。あ、はい、もういいです。この、素晴らしいです、もうこれ。はい、もう素晴らしい。すげえ。うわ、これびっくりした。こんな、鉄パイプにこんなね、細工が施されてると思わなかったわ。うわ、すごい。でね、まあ普通にあの、飾るのが飽きちゃった人はこうやって飾ればね、ちょっと怖いっす。あ、これめっちゃ怖いな、これ。ごめん、エース、ごめん。そんなつもりなかったな。ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。遊んじゃいました。はい、そんな感じで、グランドチルドレンボリューム2、ポートガス DS でした。いいねー。俺たちは絶対に、悔いのないように生きるんだ。いつか必ず海へ出て、思いのままに生きよう。誰よりも自由に。素晴らしい。はい、そんな感じでございました。またグラチルも集めてくれちゃうよ。やっぱフィギュアすごいね。だんだん置く場所がなくなってきて、ちょっとね、やばいな、そこ。ちょっと改築しなきゃ。はい、そんな感じでございました。はい、今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録お願いします。スマホの方、下の方のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録お願いします。はい、じゃあ今日も動画見ていただきありがとうございました。また動画見てください。それじゃあ、バイバイ、高橋でした。明日も頑張っていきましょうぜ。バイバーイ。この、
苔のような塗装がもうすごい